ユーリ・バレンティノビチ・ジルコフは、ロシアのサッカー選手。ロシア代表。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。FC ゼニト・サンクトペテルブルク所属。ロシアのロナウジーニョと評されるテクニシャン。チスカ・モスクワ時代のジルコフ・ジルコフは、工場で働く。父のバレンティンと、郵便局員の母との間にジルコフ家の2番目の子供として生まれた。2001年。 スパルタクタンゴフでプロデビューを飾り74試合26得点の記録を残し2004年に強豪 PFC チェスカモスクワへと移籍。加入初年度からレギュラーとして活躍し UEFA カップではチームの初優勝に貢献した2005年には A 代表デビューも飾る UEFA チャンピオンズリーグ2006から07のハンブルガー SV 戦でのジルコフのゴールが UEFA オフィシャルマガジン選出のベストゴールに輝いた。ユーロ2008ではロシア代表の左 SB のレギュラーとして活躍しチームのベスト4進出に貢献。UEFA 選定大会優秀選手に選ばれた。もともとはサイドハーフとして活躍していたが代表では不動の左 SB として君臨している。2008年10月アンドレー・アルシャビンと共に 同年度のバロンドール受賞対象者30人にノミネートされた。2009年7月6日、イングランドの強豪チェルシー FC へ移籍金1800万ポンドで移籍した。チェルシーの一員としてのデビュー戦となる、新前試合 AC ミラン戦では、決勝ゴールを決めるなど、衝撃的なデビュー戦となった。その後、膝の怪我で戦列を離れていたが、 同年9月23日クイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦で国内の公式戦のデビューを果たした。しかしチェルシーでは思うような結果が残せず、2011年8月に FC アンジマチからに4年契約で移籍をした。2013年8月、アンジの財政縮小の影響を受け、チームメイトのイゴールデニソフトアレクサンドル・ココリンと共に FC ディナもモスクワに移籍した。 2018FIFA ワールドカップロシア大会を最後に代表からの引退を表明したが、翌年3月に再びユーロ2020予選のメンバーに招集された。2021年 UEFA ユーロ2020を戦うメンバー26人に選出された。ロシア代表でプレーするジルコフチェルシーでプレーするジルコフ。ありがとうございます。